末継持貞は、江戸時代の長崎大官。父は、末継正直。通称は、平左衛門、平蔵。寛永7年に父である、末継平蔵正直が獄死した後、長崎大官の食と領地を譲り受け、平蔵の名も世襲した。持貞は、奉納したり、これに類する他の悪事にも手を出すような人物であり、父正直とも、 必ずしも良い関係ではなかったが、友人の取りなしで、正直の死の直前に、外町大官の職を引き継いだ。先に、台湾事件で、オランダ人との間で紛争があったのは父、正直の問題であり、自分は、無関係だとして、オランダ人との関係修復を図った。父と、同様、持ちも長崎における実力者となり、着任しても状況がわからず、 煙に取り巻かれているありさまであった長崎奉行は、全員の奉行や持貞さだの報告をもとにして万事、行うのが、常となった。当時の平戸オランダ省官長のニコラス・クーケ・バッケルは、平戸貿易を推進するため、長崎奉行に対して、平蔵から色良い証言と弁護をしてもらうよう、彼との友情を保つべきであるとしている。 クーケバッケルにとって、モチサダは信頼すべき友人となっており、幕府交換たちの好意を得るために、彼らからの注文品はできるだけ調達するよう、命じると同時に、特にモチサダの指示には従うように命じてもいる。官営14年にはモチサダからの、日本の監修に不慣れな信任者では、今後の幕府との交渉は乗り切れないだろうから、カピタン、または、商務員の二人のうち一人に、 日本に泊まるべきとの勧告に従い、フランソワ・アカロンを公認の商喚長に任命している。モツサダは、海外貿易においては、オランダ商喚の有力な取引相手で、キトを、寛永12年には3000金、翌13年には5000金購入しており、これは、個人として、最大の取引高で、平戸藩主のそれと並ぶほどの額であった。 官営13年の白井と、螺旋、螺旋、増下などの買い入れ額は、銀138巻に上った。また、オランダ人にとっての常連の大口取引先の一人として、各種商品の買い付けを行い、オランダ商館の商業帳簿の元帳に、勘定口座を設け、オランダからの商品を買うため、毎年自分の使用人を平戸に送っていた。 父の正直とは違っても千佐田はオランダ人にとって良き協力者となり、オランダ人の輸入切りとの価格設定にも彼らの有利になるよう働きかけたり、長崎奉行にオランダ人の悪評が届かないよう図らったりした。日本とポルトガルの国交が断絶される懸念が高まるにつれ、オランダとの交易が急増するが、それに伴ってオランダ商館の運転資金が不足しがちになった。 そのため、オランダ商館側は、日本の商人から金を借り入れることになったが、一番有力な、借り入れ先がモチサダであった。彼は、ポルトガル人に対しても資金貸し付けをしており、ポルトガル人の力になってくれるのは彼らのために、多大な尽力をしてくれた、モチサダ以外にはいないと言われ、マカオ氏の代理人とまで呼ばれていた。また、 在日家境の紀子という人物からの商品の買い付けや、ポルトガル船への委託貿易も、盛んに行っている。自らも衆院船貿易家として活動した持ちさだは、官営8年には、長崎武行地区中うねめ船宛ての報奨を得て、東京に向けて、初の報奨船を送り出している。寛永14年に、島原の乱が発生した時、クーバッケルはまず持ちに手紙を送り、 彼を通して、長崎奉行に、乱の鎮圧の協力を申し出た。しかし、持ちはその申し出が遅かったとして、死者として訪れた、当時の召喚実績、フランソワ・カロンを非難した。この後、カロンは、持ちの勧めに従い、長崎奉行宛の手紙で命令さえあれば、いつでも、大砲とか役はいつでも送ると約束している。 乱の鎮圧後、上司として下校してきた、老中、松平信綱は、持ちさ大化体制のものを伴って、平戸に赴き、オランダ召官を見分した。このことが後に、平戸オランダ召官の閉鎖と、召官の長崎移転へとかかったのである。末継家の菩提寺である花、竹山春徳寺を建立したのは、持ちさである。ありがとうございます。